尾のため八は、江戸時代幕末の医者、長州藩医名は正とも。長州藩医山根文紀の長男として、萩、香川津に生まれ、同じく藩医の野春安の養子となった。天保15年、吉田松陰に兵学を学ぶ。安政2年父と共に、相模国縁岸警備の任につき、その傍らで西洋法術を学んだという。 安政5年松陰の学部秋活暗殺計画に加わり、兵器、地雷火の実験の際には松陰を背負って、その実験を見学させたという逸話が伝わる。文久3年下関戦争では軍艦、水野と井丸に乗船して、砲船を指揮した。また、騎兵隊結成にも加わり、兵たちへの砲術指南を担った。慶応元年に、長州藩諸隊の一つである。 大鳥状態の法隊長となり、慶応2年長州政党でも法隊を指揮した。明治元年には、西部隊で、大砲司令を務めた。維新後は科学者として、バター製造や写真術にも携わった。明治23年に、黒住教に入信し、布教活動も行っている。生まれ育ちともに、以下の出身だが、医術には携わらなかった。また、運国派の絵師でもあった。 海原通る、松下孫塾の人々、金星子塾の人間形成デジタル版日本人、明大辞典プラス、ありがとうございます。